オタファのガング野郎日記動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。僕が普段おもちゃで遊ぶ時とか、まあ、レビューする前に、ある程度こう、コンディションを整えたりとかしてレビューするんだけど、いろんなものがあるよね。本当に僕がよく触るものとして、自分が必要だなと思うもので、脱線組んでみた。<laughs> 普段ガングを趣味とするガング野郎ならね、 これは持ってても本当にいいぞっていうものばかりなので、もしよかったらぜひ参考にしてください。<laughs> いきますオタファことオタクファイターなんで、オタクファイターズのスターティングメンバーを発表する。いくよ !1 番センターデザインナイフ君これはね、あの、めっちゃ切れるやつと全然切れないやつがある。あの、開封するときに開けろって言ってるのがまさにこれで、これは、まあ、ちょっと絵的に悪いんだけど、もう全然切れません。 まあ、ペーパーナイフ的な、えー、感じになってますね。うん。ちょっと端的に説明しながら言っていく。これが1番。2番。セカンド。フォッフォフ君これはね、あの、正しくはブロワーブラシと言います。これはカメラのレンズとかを拭くやつなんだけど、これはもう見たままだね。細かい入り組んだところとかをこれで、綺麗にします。フォッフォフ言うから僕は、 フォフォフ,フと普段は呼んでいます。3番、サード、パーマネントマットバーニッシュくん。これはね、もうも、間違いなく持ってて、あの、間違いない。あの、関節、ボールジョイントとか、各部のね、関節、ジョイント、ちょっとね、つけてね、これで渋みを復活させます。これに関してはね、僕がいいいいって言うんじゃなくね、本当に手にした人が、おそらく、その、感想とかをもと、あの、述べてると思う。これは本当に、おすすめ。 4番、ピッチャー、シリコンメンテナンススプレーくん。これはもうエースで4番だね。シリコンメンテナンススプレー。これはよく僕の動画で言ってると思う。えっ、ー、と、関節の硬いところとか、これをちょっと拭くと、これが潤滑の湯のようになって、まあ、こうスムーズに動くわけですね。このね、3番と4番はね、強烈。5番、ショート、精密ドライバーくん。これだね。 ま、これちょっと複数あるんだけど、え、その、ビスのね、あれに応じて使い分けます。一番メインで使ってるのはこれですね。プラスドライバー。6番、レフト、シリコンクロスくんに変わりまして、代打、メガネフキくん。ごめん、あのね、シリコンクロスさっきまであったんだけど、あーなんかね、どっか行ったな。シリコンクロスっていうやつがあって、もうちょっとでかいんだけど、僕のやつはね。そういうので、こう、ガングを吹きます。 うん。あの、ボロ雑巾とか、ティッシュとかよりも、こういう方がいい。間違いないね。あの、メガネ拭きとかで全然代用できます。僕は、えっ、ー、とね、いっぱい持ってる。結構 <laughs>。あのー、なくしちゃうというかね、どっか行っちゃうんだよね。7番。ライト。アロンアルファーくん。いろんな用途に使えますね。僕の場合の接着剤は、えー、ゼリー状のアロンアルファ。これが一番いいかな。 これはね、えー、関節のゆるいものをきつくする。このパーマネントマットバーニッシュじゃ対応できないぐらいのゆるゆるなものとかもあったりするんで、まあ用途に応じてこの2つを使い分けたりしますね。あとはガンプラ作っている時にすっごい小さい、あのポロポロするようなパーツとかはこれで、えー、接着します。8番、キャッチャー、セラミックカンナくん。 これはね、えー、用途的には切れないナイフと同じような感じなんだけど、これは本当によく使います。で、まあ、ここにガングがあるんですが、超合金のガンダム。これ僕めっちゃ気に入ってるんだけど、よくある古いガングってこう基盤できたりとかしますよね。で、これも黄ばみを起こしてて、よーく見ると、この表面全体のウェザリングあの塗装が施されてて、そこがこう基盤でたりとか。 してたんで、もうこうね、セラミックカンナーを使ってこう、全部それを落としました。そうするとこういう綺麗な白になります。こういう用途でも使ったりするかな。さあ、そして最後。9番。ファースト、ジップロックくん。これはね、まあ、どういうものか大体わかると思うよね。これは、あの箱、箱おもちゃって箱があるよね。それがもうでかくてかさばるときは、僕はこの中に入れてます。 あの、よく多いのがトランスフォーマーとかでね、トランスフォーマーの、まあ、箱が、かさまっちゃうのよ、どうしても。あの、数が、ね、その、ね、5個とか10個とかだったら全然箱で管理できるけど、もう本当に、何百ってなると、やっぱりね、どうしても箱捨てなきゃいけないのよ。で、大きさとか、いろんなものが、僕、あります。<は>ここまでが、スターティングメンバー。あとね、えー、強いて言うならっていうことでね、一応、ベンチ入りしたメンバーもちょっとざっくり言っていこうか。 あファーストランナーコーチャーからいこうか。ニッパーくん。まあ、二つ僕は使います。サードランナーコーチャー。プチプチくん。ま、あこれはもうあれだよね。梱包資材プチプチくん。これはね、あの、このジップロックくんと一緒に、あの、一緒に合わせて使います。あの、例えばトランスフォーマーとかだったら、このビークルモードでね、この中に入れても割と頑丈だからいいけど、こう、なんていうか、例えばなんだけど、 あ、そうそうそう、ガンプラを使、あのー、収納するときとかにも使うんだけど、こういうアンテナとか、あの、ディテールが、あの、細かいところありますよね。折れそうなところとか。そういうのがある場合は、限りなくバラして、さっきのプチプチにこう、くるんでから、こう、ジップロックに入れて、まあ、箱とかに入れときます。まあ、それでね、壊したことほとんどない。だから、プチプチくんとかあるとすごい便利です。ざっくり言っていこう。綿棒。綿棒くん。 あとはね、たまにこいつが代打で出てくる。プラリペアくん。これは何て言うのかなもう本当に用途としては僕は接着剤として使うんだけど、本当にガッチリくっつきます。うん。これはね、まあ、これはね、使うのにちょっと、うーん、技術がいるというか、うん。用法用量を守らないといけないかな。これ、めっちゃ臭い匂いがします。でもこれすごい、たまに使う。 次のベンチ入りはちょっと隠れちゃったんだけど、これね、日本で売ってるかどうかわからないんだけど、これはデカールなんですよね。シールじゃなくてデカール。ちょっと出してみよう。こういう感じ。これサイズが合うやつをこう切って、貼り付けると、こんな感じになります。まあデカールといってもドライデカールで、これかなりおすすめ。僕はあの、サイバトロンとかデストロンのマークっていうのはもうこれしか使ってないです。色も色々あって、この枠のところが、 ええと、見えるかなこう、光沢感のあるシルバーだったり、縁が透明のやつとか、白いやつとか、いろいろあります。それから、これ。強力のりくん。まあ、僕の場合はパワープリットってやつなんだけど、古い、えー、ヴィンテージトイとか、まあ、あそういうのってあの、色分けをシールで再現されてるよね。そういうシールの、まあ、粘着力が弱いところを、粘着力を復活させてます。あとはガンプラ作るときの、墨入れ。 ま、僕はこれを使ってます。スミレ塗料。えー、グレーとブラック。これをね、混ぜるといい感じの色合いになるんだよね。まあ、だけどグレーだけで使う時もあるし、ブラックで使う時もあるかな。あとは、デカールを貼る時のマークセッター。これがあるとしっかりくっつきます。以上がベンチ入りだね。他にもいっぱいあるんだよね。プラモデルのランナーとかは、こういう電動歯ブラシみたいなやつ。これで、まあ、やすりますね。電動やすりみたいなもん。 ま、僕はちょっと貧乏症なんで、目いっぱい、こう、使ってから、ま、ここを交換するわけです。これでね、こう、痩せるわけです。あとは、いろいろあるな、研磨剤。こういうのとか、あとはこれ使い方ちょっと難しいんだけど、ホールゼロ。これ今回初公開かもしれないんだけど、あの、ガングに使われているメッキっていうのは復活しないんだけど、どうしても光沢感を出したい時とか、ま、メッキが剥がれやすいものとかはこれを使います。 これはね、多分ね、車用なんだよね。車のなんかメッキのコート材みたいなやつ。これなんか試供品みたいなやつかなうん、これ結構長いこと使ってんだけど、いい感じですね。そんなところかな。というわけで今回のガング野郎の必須アイテムで打線組んでみた。いかがだったでしょうか。まあ、せっかくなんでね、まあ、僕がどういうものを使うかっていうのをお見せしました。まあ、これはもう僕の最強スターティングメンバーですね。 蓋を開けてみると、そんなに使い方が難しくないものが多いかな。まあ一部刃物とかはあるんだけど、うん。この9つのやつはね、どれもあって損はないです。それからね、この動画を通じて、あ、僕はこういうのを使ってるよとかね。あ、パーマネントマットバーニッシュ確かにいいよとかね。あ、シリコンメンテナンススプレーよく使うよとか。あ、俺も結構、あの、物をなくすとか。いろいろとね、情報交換ができれば嬉しく思います。 今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。も、ま、う、あ、あとはどんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは次の、えー、何かのね、<laughs> 打線でお会いいたしましょう。おたわでしたたまにこういう、なんかちょっとお話しする動画出します。またねー